広島宣言は大きな一歩。4月15日、国会内で記者会見した公明党の山口那津男代表は、広島で初めて開催された核兵器を保有しない12カ国による軍縮・不拡散イニシアチブ NPDI の第8回外相会合で採択された広島宣言で、核兵器の非人道性が初めて認識された意義を指摘した上で、今回被爆地広島でこの会合が行われたということについて、とりわけ我が国として大きな一歩を記したと受け止めておりますと強調。また同宣言で、各国政治指導者による被爆地訪問が呼びかけられたことについて、アメリカのオバマ大統領をはじめ各国首脳に今回の NPDI 関係者が共有したと同じ認識をぜひ持つ機会を作るべきだと思いますと主張しました。再エネ目標野心的に。自民公明の与党エネルギー基本計画に関するワーキングチームは4月15日首相官邸で菅義偉官房長官に対し、新設された再生可能エネルギー等関係閣僚会議で野心的な再エネ導入目標の検討を求める要望書を手渡しました。要望書では基本計画で過去の政府案をさらに上回る水準の導入を目指すとした再エネの導入目標を、与党ワーキングチームでは2030年に 30% にすべきとの議論があったことを踏まえた目標とするよう求めています。公明党から枝康幸総合エネルギー政策委員長が出席しました。衆院本会議で質疑。電力小売の全面自由化などを柱とした電気事業法改正案が4月11日衆院本会議で審議入りし、公明党の枝康幸氏が質問に立ちました。枝氏は電力小売の全面自由化に伴い、山間部や離島では電力が安定的に供給されるか懸念が生じているとして、安定供給に支障が生じることがないような対策を講じるよう訴えました。一方、4月15日の衆院本会議で質問に立った公明党の稲津久志氏は、教育委員長と教育長を統合した新たな教育庁の創設などを盛り込んだ地方教育行政法改正案に関して、現行の教育委員会制度を改革する必要性について、いじめや体罰などの学校での事件をきっかけに責任の不明確さや審議の形骸化が指摘されており、見直しが必要です。教育の政治的中立性、継続性、安定性を十分に担保した上で、児童生徒の生命や身体の保護を要するときには迅速に意思決定できる機動性を持ち、責任の所在が明確な体制に改めるべきと考えますと訴えました。 TPP 交渉粘り強く。公明党の井上義久幹事長は4月11日国会内で記者会見し、環太平洋連携協定 TPP 交渉をめぐる日米閣僚協議で意見の隔たりが埋まらず、実務者での協議継続となったことに関して、日米首脳会談までに大筋合意をしたいと、日米両政府の意向というふうに報道されておりますけれども、この機会に改めてですね、政府に対して国会決議に基づく粘り強い交渉をぜひやってもらいたいと、粘り強い交渉を求めたいというふうに思いますと、米、麦、牛肉、豚肉など重要5品目を守るよう訴えました。また日豪両国が経済連携協定 EPA 交渉で大筋合意したことについて、畜産農家に対する影響をしっかり精査をして、農家の不安を取り除くために国内対策をしっかりと固めるべきであるということを申し上げたいと思いますと訴えました。
国会議員歳費を 20% 削減する特例措置が今月末に期限切れとなることについては、衆院の定数削減が実現するまでの措置として 7.12% 分が含まれている経緯を踏まえ、 7.12% の削減についてはですね、いまだ定数削減が実現しておりませんので、引き続き実施すべきであるというふうに考えておりますと強調しました。監視機関の常設目指す。自民公明両党の与党国会及び政府の情報機能の強化に関するプロジェクトチームは4月16日国会内で初会合を開き、特定秘密保護法の運用を監視する国会機関をめぐる協議を開始しました。挨拶に立った公明党の大口義則党特定秘密保護法のフォローアップに関するプロジェクトチーム座長は、国会に監視機関を常設することで自民公明日本維新の会みんなの4党が合意しており、今年12月の法施行に間に合うよう協議を急ぐべきと強調しました。これに関連して17日に行われた党中央幹事会で挨拶した山口那津男代表は、与党でまず合意を作り、そして4党あるいはもっと幅広い合意を目指すと、そうした目標に向かってこの議論を加速化させていく必要がある。これができなければ国民の納得のいく特定秘密保護法の施行には十分な理解が得られない恐れもある。そうした強い責任感に立ってこの法の趣旨また4党合意の趣旨に従った合意形成をリードしてまいりたいとこのように思いますと強調し、今国会での国会法改正に向け決意を述べました。鳥インフル対策強化を。熊本県多良木町の養鶏場で高病原性の鳥インフルエンザが発生した問題で、公明党対策本部は4月15日首相官邸で菅義偉官房長官に対し安倍晋三首相宛ての要望書を手渡しました。要望書では鳥インフルエンザの感染拡大を防ぎ被害を最小限に食い止めるために、感染した鳥の殺処分や移動制限、消毒など防疫措置の徹底のほか、監視体制の強化や連携で早期発見・通報体制の整備などを要請。さらに感染が判明した養鶏農家や関係中小企業への経営支援を急ぐよう求めています。この後党対策本部は農林水産省で横山新一農水大臣政務官に対しても同様の申し入れを行いました。沖縄県知事が表敬。公明党の山口那津男代表と井上義久幹事長は4月17日改正沖縄振興特別措置法の成立を受け、党本部で中今博一沖縄県知事の表敬を受けました。公明党の石井啓一政務調査会長、遠山清彦沖縄方面議長が同席しました。席上中今知事は公明党に対して、振興法の改正をまとめてくださりありがとうございますと謝意を表明。山口代表は今後もきめ細かく要望をいただいた上で力を合わせて取り組みたいと応じました。